はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていきたいと思います。まあ見ての通りちょっとですねメンツを変えました。ゴッドガンダム、ユニコーン、ウルトラマンゼロ、ウィザードですね。でレベルも19、19、18、19と、まあ、ちょっと鍛えたので、ここから続きをやっていこうと思います。じゃあ進んでいきましょう。これはそのまま正面でとりあえずいいのかな。行き止まりっすね。おお、いっぱい出てきた。あれ、なんか敵が弱くなってる。バイソンヤミーとか出てきてるもんな。あ、間違えた。であんまりねこれあのゴリ押しは通用しなくなってきたんですよね。レベル上げやってて効率がね良くないっていう。でユニコーンは普通の攻撃がもう残属性霧属性なんで一応入れておきました。ここら辺まで来ればゴリ押しでいけるかなっていうであとユニコーン SP が高いんで、ヒールレインはユニコーンにつけてあります。あ、ここ繋がっただけだな。そうするとこっちではなかったっぽいな。だけど倒した。こっちを進んでいく感じか。そう、今この敵が主流ですからねフラットとか。どうしようかな。マシンキャノン、ザン、ランドスラッシュストライク。ほいと。よし、ウルトラマンゼロがレベルアップ。なんだかんだで初期メンバーすげえ使いやすいっすね。仮面ライダー RX を外しましたけど。よーし、こいつはマシンキャノンで倒して、こいつは残属性だから弱点ついて、ぶん殴って、でランドスラッシュストライク、これが一番早いっすね。効率がいい。 SP は確かに使うけど、まあイベント前に SP 回復のアイテムを使えばいいでしょう。ということで、ヒールレインを使って回復。まだ大丈夫だな。あんまり進みすぎるとねいきなりイベントが始まりますからね。いっぱい出てくんな。ぶん殴って切ってと。デナン系かっこいいっすね。モビルスーツがかっこいいっすね。基本的に立ち絵が。ちょっともう一回ヒールレイン。あとライジングガンダムもユニコーンにつけました。ライジングガンダム18も使うんすよね。なんで SP 多いやつにつけないと。あ、なんかいる、なんかいるんで大丈夫かな。これでとりあえずよし、じゃあ行きましょう。ポセイドンだ。他にも誰かいるようだぞ。とりあえず物陰に隠れ状況を見よう。なんだカニ野郎、お前が相手か。ちょい待ち、メダルの怪人さんよ。相手は私じゃなくてこいつだよ。おお、こいつは誰だ。ああ、なんだ貴様、ずいぶん立派な面構えじゃねえか。返事もできねえのか。こいつはダミー怪人テラードーパントだ。返事なんて待ったけ時間の無駄だよ。ふん、
尺に触るやつだ。なんだかよく分からねえが地獄に送ってやる。はあ、ふん、はあ。何、俺の攻撃を受け止めるとは少しはできるようだな。こんなもんじゃないよ。ほら、テラーの旦那、例のやつ見せてあげな。ふん、はあ。なんだこれは。はっはっは、こいつはテラーお得意の精神攻撃、テラーフィールドってんだ。ふっはっは、笑わせるな。恐怖だと？俺に恐怖などという感情はない。こんなコケ脅し吹っ飛ばしてくれる。あーはー、うん、はっはっは、勝負あったな。はっは、ぐはぐほ、うー、これで終わりだ。ぐわー、結局やられちゃってんじゃん。手こずらせやがって。こうなりゃ私の手でやるしかないようだね。うるせえ、お前は黙ってろ。うん、次の相手はお前じゃねえ。俺が興味があるのは仮面ライダーオーズだけだ。出てこい、そこにいるのは分かっている。俺たちもお前に興味がある。ちょっと待て、オーズがいねえじゃねえか。なら用はねえ。お前らの相手はこいつで十分だ。じゃあな。あれ、オーズ入れてないとダメだったの。クズ闇クズ闇、数が多い。弱っお、なんかメダルが落ちてますね。ヒーローたちは大量に出現したクズ闇に押され、その場からの撤退を余儀なくされた。え、仮面ライダーオーズを入れてこいってこと？マジか。じゃあちょっとせっかく編成し直したのに戻りましょう。ブリーフィングルームで、どうしよう、仮面ライダー、まあ、ウィザードを交換するか。ちょっと一回装備を外しましょう。所持品がいっぱいのため外せませんマジですかい。アイテムラボ行って預けると。ほい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 、いっぱいあんだ。パーティー編成じゃなくて、これ装備をここにいるメンバーじゃないと外せませんからね。それが面倒っすよね。フォースもちょっと一回外して、これだけか。じゃあちょっとウィザードをオーズに変えましょう。まあ回復役としてはユニコーンがいるんで、ゴッド、ユニコーン、ゼロ、オーズと。じゃあこのメンツでいきましょう。ちなみにオーズは何キャラだレベル20だし高っ。これ装備させて、あとはスキルツリーか。これ全然やってないな、オーズは。ほい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 と、とりあえず5にしてブレイブスキル、うん、一応これつけとくか。でこれ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 、おお、全然足んねえ。うん、あんまり覚えらんなかったけど、まあ一旦これでいくしかないからな。フォースはどうしようかな。ヒールをこいつに覚えさせておくか。いや、あーでもな、ヒールはな、ウルトラマンだとな、攻撃の時にもったいないから、やっぱりこいつに覚えさせよう。リザレクション2つしか覚えられない。じゃあこれでいきましょう。間違えた、ゲートポート。キューブ選択の、じゃあまたサクッといきましょう。はい、ではオーズを連れてきましたので、まあ、またこのまま行きましょう。 GO!
おお、オーズを連れてきたか。なんだそりゃ。俺に興味があるんだって？そうだ、貴様の強さにな。そんなに強くないと思うけど。さあ、楽しませてもらうぜ。仮面ライダーポセイドン。ポセイドンっていうからには火に弱そうだけど、どうでしょうね。こいつどうしようかな。自分以外味方単体への攻撃を防ぎます。え、これ何？ディフェンスフォロー。ちょっとやってみよう。仮面ライダーオース。サンダー系。で、あとは、炎系でちょっと行ってみますか。お、サンダーに弱い。あー、ユニコーンがかばうのね。簡単に言うと。シールド。よし、これで弱点を攻めていこう。くらえ。うわ、かわされた。なんてこった。マシンキャノン。ヒールレインを使いましょう。で、これ使って、ゴッドガンダムは回復量が増えるアビリティをつけてますからね。ビームマグナム ×5 超強い。次の行動に行動できなくなります。それは嫌だな。どうしよう。アタックをかけて、こいつはもう回復。くらえ。おつげー。うおー、マジか。なんだ今、何かが発動した。ライフキットは先行して回復ができないのか。とりあえず復活キットで回復させよう。マジか。おーっと、どうする。ここでラッシュをかけるか。あとこれだけ減らせられるかな。レベル1で行くぜ。爆熱ゴッドフィンガー、ユニコーンコンボ。ヒーロー技が使えないシーンだから、ドライブオンにして、ゼロビームスパイク。こいつも使えない。ヒーロー技が持ってないんだそもそも。一番強いのはやっぱこれか、タトパキック。よし、これでいこう。コンボ1。マグナムの連射っすね、簡単に言うと。で、最後にビームトンファーで切りつけ。ユニコーンガンダムはだてじゃない。334くらえ。おお、400強い。ゴッドフィンガーで倒せるか。行くぞ、リュウハ。東方腐敗の名のもとに、俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟く叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。どうだ、いつ当たる。ヒートエンド。700強え。おー、ヒーロー技で勝利。レベルアップ。オーズレベル21だし。お、仮面ライダーポセイドンのチップを手に入れましたね。
大量のセルメダルとなり周囲に飛び散った。その中に未来のメア未来のコアメダルがあった。あったぞ、未来のコアメダルだ。おっと、そいつは私のもんだよ。いでー。突然キャンサーゾディアツが割って入り、未来のコアメダルを奪おうと手を伸ばした。バリバリバリ、ぐわーん、何者だ。メフィラス星人、あまり手荒な真似はしたくないのですがね。メフィラス、メフィラス星人の手には未来のコアメダルが握られていた。貴様、コアメダルを奪ってどうするつもりだ。何やら大切なもののようですね。それだけに利用価値も高そうです。待て、メダルを返せ。いや、そいつはネバーのもんだ。バリバリ、ぐわー、バリバリ、くそ、さらばだ諸君。消えた？テレポートしたのか。メフィラスめ、おっとそうだ、キャンサーゾディアツ、貴様にも用があった。カプルはどこへやった。それにジム2の生体エネルギーもだ。さあね、じゃあこれにて失礼するよ。私はメフィラス星人みたいにドロンと消える能力はないのでね。マラソンランナーとかけて曲がった松を解きます。その心は。太郎も乗るな。柱にはならない。そう言うとキャンサーゾディアーツは一目散に走り去った。おい、何乗ってんだよ。すまん、つい。追うぞ。赤ガニ追跡と。ちょっと一旦戻って、すいません、オーズは外します。レベル21で強いんすけど、ウィザードを入れたいんでね。ちょっとオーズファンの皆さんには申し訳ないですけど、ちょっとオーズの武器は外しましょう。グッバイ。で、編成してゴッド、ユニコーン、ゼロ、ウィザードで、ウィザードに先ほどの装備をさせて、キャパシティの15ありますからね、こいつは。ヒールとリザレクション、ウィークアップ、属性いっぱい持ってるからウィークアップはなんとなくつけときます。あとなんだっけな、こんなもんか。あと5あるな。5、適当に、光でもつけときますか。はい、なんか前ビーストつけてた気がすんな。じゃあまたちょっと、マウンテンキューブに向かいましょう。まあここもサクサクサクっと。ようやくここから進めますね。では先へ行きましょう。なんかいるな、もうすでに。ウィザードで回復をさせてと。前方にキャンサーがいるぞ。まあどうせ逃げるんでしょ。逃げ足が速い。おえ、逃がすな。こっちか、いるいる、いたぞ、キャンサーだ。また逃したか、参ったな。何か方法はないか。よー、うわ、カネゴン、こんなところで何をやっている。スイッチを見つけたのさ、カニの怪人に届けるためにここまで来たんだ。キャンサーゾディアツを追ってきたのか。ああ、スイッチ見せてみろ。見せるだけだよ。これは本物だな。悪いが敵に渡すわけにはいかないな。いや待て、うまく利用できるぞ。カネゴンがこれをキャンサーゾディアツに渡す隙を狙って攻撃するんだ。なるほど、いい考えだ。カネゴン、行っていいぞ。カニの怪人にスイッチを持ってけ。いいのかい、じゃあな。カネゴンは前方に走っていった。よし、カネゴンを追うぞ。おえおえ、ここか。とりあえず、うん、大丈夫だな。お、カネゴンとキャンサーだ。
カニの怪人さん、スイッチを拾ってきたぞ。お、こいつはでかした。見せてみな。よしよし、これでサジタリアス様の私の評価もうなぎ登りってわけだ。そう簡単にいくと思ったら大間違いだ。チッ、ヒーローとグルだったのか。騙しやがったな。こうなったらお前さんたちを倒し手土産にしよう。キャンサーか、硬そうだな。とりあえず、まあまた弱点探しをすると。ビームマグナム26か、めちゃくちゃ使うな。まあいいや、ビームテンパー使ってサンダー使って氷を使う。え、ダメだ。うわ、なんかめっちゃ今何が当たった？てかめっちゃ減ってんだけど。爆熱ゴッドスラッシュか。じゃあこいつやって、とりあえずヒールレイン使ってウルトラゼロキックで、で自分で回復させると。よしよしよし、うわ回復される。こいつは属性がないのか。なるほどね。ライフキットで自分を回復させるか。ウルトラゼロキックで、こいつも炎はあるからな。スラッシュストライク、うわめっちゃ当たるな。いいね、もう倒せるよこれ。あれなんなの。爆熱ゴッドスラッシュ、一応ちょっと念には念を入れて、ヒールレインでウルトラゼロキック、スラッシュストライク、これで終わりだ。よーし、弱点つけばだいぶ楽に倒せますね。やられたってのは嘘なわけで。なんだこいつ。はは、私のなんとかはここからだ。何、超新星進化してくるか。マジか。超新星スコーピオンと同じか。はっはっは、うわ、ふん、効かない。はっはっは、キャンサーの甲羅を砕ける者はこの世にはいない。悪いがこれでオチをつけさせてもらう。マジか、連戦か。だいぶ SP 使っちゃったな。うーん、火は効くのか。まあヒットポイントは良かった、回復しておいて。ちょっとどうしようかな。ビームトンファーで、一応サンダーも使っとこう。で氷と、あーサンダーはやっぱダメだな。トンファーもダメ。うわいった。あーやっぱ火だな。ちょっと火でいくか。爆熱ゴッドスラッシュあと1回しか使えないよ。ヒールレイン、ウルトラマンはもうちょっと攻撃あるのみだな。で、これだな、味方全体の SP75 回復、これを使おう。ウルトラタルキックなんでかわされんだよ。とりあえずは回復した。いってー、爆熱ゴッドスラッシュ、ヒールレインで回復させながらこの2人で攻撃だな。余裕があるときはウィザードも攻撃に入るけど、ヒットポイント的に厳しい。これ強え。この後また攻撃してくるからな。そしてピコンピコンだし。
ライジングガンダムで回復させて、こいつどうしよう、メテオでちょっとゲージを上げるか。で、スラッシュストライク、よーし、めっちゃ回復する。痛い、爆熱ゴッドスラッシュ、ヒールレイン、メテオで上げて、で自分で回復と。回復役が2人いるとだいぶ違うけど、痛い。ウルトラマン、お前はまだピコンピコンいってるのか。うおー、256、痛い。ここだ、もう決める。ラッシュレベル2、いくぜ。ガンダムウルトラコンボ、いやでも単体でいった方が良さそうだな。ユニコーンコンボ、ファイナルウルティメイトゼロ、ストライクドラゴン、これで決める。うわ、ゼロってエネルギー貯めないといけないの？さあ、ショータイムだ。魔法の力、見せてやるよ。これがレジストされたらちょっとやばいな。俺は最後の希望だ。こいつで決める。フィー浮き立たれ180。普通に弱点ついた方が良かったな。行くぞ、リューハ、東方腐敗の名のもとに。俺のこの頼れるのはゴッドフィンガーのみ。勝利をつかめと轟く叫ぶ。爆裂ゴッドフィンガー、頼むぞゴッドガンダム。ヒートエンド。おお、1013、超強え。キャンサーノバ、イエーイ、グッグー、よーし。キャンサーノバが消滅する直前、その体から何本かの生体エネルギーが飛び去っていった。今飛んでいったのは生体エネルギーだ。これでジム2が目覚めるはずだが。リブラゾディアツ、なんだお前、お前は確かリブラゾディアツ、よく覚えてたな、俺すっかり忘れてたよ。いつの間に。リブラゾディアツは足元に落ちていたスイッチを拾い上げた。ほう、アリエスにタウラスにジェミニか、キャンサーめ、よく集めたな。あち、逃げられたか。あの男、スイッチを集めて何を。一度駐屯地に戻ろう。ジム2がどうなったか気になる。そうだな。
ジム2たちみんな目を覚ましたわ。キャンサーを倒してくれたおかげね。それはよかった。ボルジャーノン隊はどうだ？順調に回復してるわ。まだ本格的な戦闘は無理だけど。悪いな。だがここの防衛ぐらいならできるぞ。オス、戻ったぜ。おう、ビーストとフラット、カプルはどうだった？うん、それよりそっちはどうだった？なんだよ、なんかあったのかよ。ポセイドンは倒したが、未来のコアメダルは突然現れたメフィラス星人に奪われてしまった。メフィラス星人が？クセモノだな。で、そっちは？カプルはどうなんだ？ダメだ、これといった手がかりはない。ジム2、目が覚めたのか、よかったな。はい、ネバーの拠点ですが、地下牢は捜索しましたか？そんな場所があるのか？僕ら、あれからキャンサーに連行されて、作業のない時は地下牢に閉じ込められていたんです。別の牢にはウルトラ戦士らしいヒーローもつながれていました。なんだって？そのウルトラ戦士、どんな特徴があった？詳しくはわからないのですが、体が銀色で目が光ってて。ウルトラ戦士は大体そうだな。まあ、メビウスと考えて間違いないだろう。いや、待て。実はもう一人いるかもしれないんだ。もう一人？ウルトラ戦士が？この世界に来てすぐの話だが、俺たちは森の中で石像を見つけた。不思議なことに、触れるとそれは息を吹き返したんだ。だが、すぐにネバーが現れ、連れ去ってしまった。やつらそれを光の巨人と呼んでいた。銀色の体、光る目、今になって思えば、あれはウルトラ戦士によく似ていた。そんなことがあったのか。で、奪還はできなかったのか。それも考えたが、その頃の俺たちは大した戦力もなかったんだ。ボルジャーノン隊も合流していない頃の話だ。なるほど。ならばその光の巨人が未だに囚われている可能性もあるな。で、地下牢にはどうやって行くんだ？はい、洞窟の入り口から少し進んだ行き止まりの壁が隠し扉になっています。壁を調べるとスイッチがあるはずです。それを押せば扉は開きます。さっさと行くぞ。俺とビーストも同行しよう。一方、その頃ネバーの拠点では、そうですか、嗅ぎ回っていた異星人とはメフィラス星人でしたか。はい、しかし困りましたね。未来のコアメダルを奪われてしまうとは。それと警備兵の数が全く足りていません。クロスボーンバンガードから守備隊の増援が間もなく来るはずです。はっ。ところで、不思議な鎧の方はどうなりました？解析は進んでいるのですか？やってはいるのですが、試しに着用したものが、何と言いますか、その一瞬にして鎧に吸収されてしまうのです。もうすでに数人が犠牲に。吸収？意味が分かりませんが。はい、実に不可解なのですが、まるで鎧が意思を持って着るものを選んでいるようです。ますます謎ですね。で、メビウスは何と？いえ、何も。やつは全く口を割りません。手ぬるいのではないのですか？どんな手を使ってでもメビウスから情報を引き出しなさい。はっ。ヒーローたちはネバーの拠点にあるという地下牢を目指して探索を開始した。ボルジャーノンがいる。駐屯地は俺たちが鉄壁の守りを固めている。安心して探索を続けてくれ。鉄壁か。まあとりあえず、じゃあ回復して、じゃあセーブして、地下牢の探索は次回やっていきましょう。はい、 OK。というところで、では今回はこれで終了したいと思います。